はい、どうもこんにちは、サイガチャンネル院長のサイガです。今日もバリバリ20夜のよろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどカーショップさんに行きまして、ハイエースで使えそうな、用品をですね何点か、ちょっと購入してきました。何点かというと3点ですけども、それではですね、こちら、はい、見えるでしょうか。こちらですね、はい、これカーメイトさんですね。カーメイトさんの鉱石確認視覚対策用の、まあ鏡ですね、はい、これは、特に視覚ハイエース、このハイエース視覚大きいかというとそうでもないかなという感じなんですけども、後ろの座席にいる人たちの様子であったりとか確認するためにちょっと、ね、つけてみようかなと思います。これバイザーに取り付けるタイプですね、はい。あとはよいしょ、はい、あとこちらですね、はい、株式会社柏村さんですね、はい、こちらは、傘ですね、傘の収納場所、やはり必要かなと思いますので、はい、なので、そうですね、ちょっとね取り付け場所をどこにしようかなって考えてるんですけども、これもちょっとね取り付けてみようかなと思います。あとはこちらですね、これが成功産業株式会社さんですかね、はい、読み方違ってたらごめんなさい。これは純正のような一体感があるリアトレイって書いてありますね、はい、なので、運転席と助手席側2個ずつ、1個ずつ購入しましたね、はい、簡単にパッと出せてハンバーガーとか簡単に置けるようなもの探してたんで、まあ、これを取り付けていきたいと思います。はい、この車ね、あのセカンドシート側に実はテーブルあるんですね、はい、ですがね、あのパッと使いたい時に使いたいと思いまして、ね、これ購入しました。はい、はい、では早速取り付けをしていきたいと思います。よいしょ、はい、こちらですね、こういう商品になりますね、はい、結構ねしっかりした作りになってますね、はい、さすがにあれですね、カーメイトさん作りはバッチリですね。これはストッパーかな、こちらの、そうですね、これは単純に挟むだけですね、はい、なのでここにつけようかなと思います。はい、ここにね、ドライブレコーダーがあるので、これが邪魔にならないようにいければなと思います。こんな角度で後ろ側からよいしょ、どうかな、開け、ここにね、バイザーを引っ掛けるためのラッチっていうかね、ありますね。なのでそこにねかからないようにね、つければ、まあ、問題なくこのようにね設置できますので、はい、まあ、これでこんな感じですかね、はい、これでね、後ろの様子が確認できるかなと思いますね。角度もね比較的こう大きな範囲で見れますの、調整できますので、はい、使えると思いますね、はい、はい、続いてですね、はい、こちら、これが傘入れですね、はい、この傘入れをちょっと取り出してみましょう。こういう感じで、この商品はね、正面側、これマグネットになってるんですね、はい、なのでこう、まあ、ある程度3本くらいまでは入るみたいですね、でネオジム磁石っていうんですかね、それがこの辺一帯に入ってるみたいですね、はい、ね、こんな感じで、はい、狭めることもできるんですね。で、これがですね、ここ紐を通すような穴になってますので、こちらを引っ掛けるような形になりますね。はい、まずね、こちらよいしょ、
ここにね引っ掛けるような感じのフックになりますね。はい、こうか。単純にこのヘッドレストの足っていうんですかね、アンカーっていうんですかね、はい、に単純に引っ掛けるようなタイプになりますね。こんな感じで調整するような感じですね。はい、ここですね、ここに紐を通して、これですね、この紐を通してこのシートの方にこの裏側のですね、ここにもベルト通しがあるので、この紐でシートの腰の部分に回してペタッて本当固定するみたいですね。でもこれだとこの後予定しているここテーブルですね、テーブルがちょっと使えなくなるなって感じなので、なのでこの車ね、こちら側すぐここにポッチがあるんで、こっち側にねうまく引っ掛けられるように調整しようかな。はい、続いてはリアトレーですね。リアトレーもつけていきます。こちらですね、はいはい、このような感じでね、収納されてました。はい、でこのプレートですね、ここを伸ばしてこのプレートがしっかりとこの方までよいしょ入るように調整します。よいしょ、ぐっと入れます。はい、でこちらですね、まずヘッドレスト外します。ヘッドレストを外してこの穴ですね、この穴にヘッドレストを通します。よいしょ、こんな感じですね。はい、通しました。で先ほどここにね、背中にプレートを入れましたんで、はい、プレートがある状態だとこうやってグラーンになってしまいます。なので商品説明には、ちょうどいい角度でプレートの入った状態で折り曲げてくださいって書いてありましたね。なのでちょっと折り曲げていきます。ぐっと折り曲げます。こんな感じですね、はい、シートに合わせた形ですね。こういう感じで折り曲げます。でこれでオープンするといいのかな。こんな感じでトレーが出てくる感じですね。はい、よいしょ、まあ、ぴったりね固定されてるわけではないので、ちょっとね、まあ、グラグラするかなっていうところはありますけども、はい、でも、まあ、臨時でね、緊急用で使うのにはいいのかなと思いますので、はい、そうしましたらですね、今日は3点ほどですね、商品、取り付けましたね。はい、シートの後ろのトレーと、あとは、火災入れ、あとは、フロントシート用の鏡ですね。なので、以上3点ね、ちょっと取り付けてみました。はい、実際にね使ってみて、どうかなっていうところもね、また今後動画上げられればいいかなと思いますので、最後までご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらば、高評価、チャンネル登録などしていただくとまた元気が出ますので、どうぞよろしくお願いします。